前職前職は中国五代十国時代に成都を中心に四川省を支配した国。建国者の王建は虚州武陽県の人で高宗の乱の鎮圧に加わって功績を挙げる。その後、唐の実力者である宦官の田良、勉の仮子になり、徽宗が蜀へ落ち延びる際に、これを救ったことで、壁州刺史となる。888年には、永平節度使となり、891年には、成都に寄っていた、県南西側節度使の陳隆と、仮父である田良勉を殺して、成都を制圧。さらに、県南西側藩鎮を滅ぼして、四川全域をほぼ完全に支配下に置いた。また901年には、法相の李持貞より、漢中を奪う。これにより、903年に、唐より、蜀王の地位を与えられ、さらに907年に、公領に、唐が滅ぼされると皇帝を名乗った。蜀は、天然の要害であり、周辺からの侵攻の危険が少なく、塩、鉄などの資源を豊富に有して、古来より、天賦と呼ばれていた。この平和を求めて多くの文化人、僧などが中原から蜀へ流れてきており、王建も豊かな経済力を背景に文化の保護を行い、木版印刷による儒教、仏教の経典の出版やこの地での絹織物の生産などの事業を起こした。しかしその一方で、侵攻の危険性が薄いことから、軍隊の目は内部への監視に向いており、広示団と呼ばれる秘密警察を作り、不満分子を圧殺した。918年に王建が死ぬと、王建の実子と仮子の間での相続争いが起き、最終的に王建の末子の王衍が後を継ぐ。王衍は蜀の経済力に依存して奢侈にふけり、政治は宦官に任せきりで、民衆からは搾取を行った。これにより民心は急速に離反していき、925年に、高唐軍が侵攻してくると抵抗する者がおらず、簡単に滅ぼされた。王衍は、長安に護送される途中で殺された。前蜀滅亡後は、高唐の武将の毛友義がこの地の統治を高唐より、任せられたが、後に独立して後、蜀を建てた。前蜀が保護した文化人として、著名な者は、番頭の代表的詩人の一人と評価される位相。後の北宋の画壇に影響を与えた、宮廷画家の季羨、書と画に優れた、前月大師、管球などがいる。また、成都の郊外には英陵と呼ばれる、王建の墓が残っており、その中には、王建の棺の周りには24人の僧者と、12人の力士の石彫りがある。この墓は1942年に発見され、現在は一般公開されている。AB 病号は内藤の召集の元号を使用。ありがとうございます。